こんにちは、こんばんは、ジル先生です。今週のレッスンはとても面白くて表現力豊かだと思います。今日のフレーズは Son of a bitch です。場合によって名詞かまたは簡単詞です。まずはね、 Son of a bitch はどういう意味のでしょうか。具体的に分解してみましょう。辞書によると、son は息子の同じですが、実は女の子もどんな性別に関してもこのフレーズは適切です。 of は普通の no と表現したいときに同じ前置詞で、 a は不定冠詞で、最後に bitch はその品詞より楽しいかもしれません。 bitch は本来メス犬という意味ですが、 son みたいに現実の bitch の性別は関係ないです。でも敵対的でいじめたい時だけじゃなくて、いろんな場面でこのフレーズは完璧だと思います。一緒に3つのシナリオに行ってみましょう。欲しいものを奪い取った誰かに使います。くそ、あいつ俺の大好きな駐車場のところを取った。あなた、俺の大好きな主婦も、あ、俺の大好きな小さなラバーダックも、Son of a bitch。 印象的な天才に関してもしぶしぶ使います。お疲れ様。お疲れさ。何それ、プリンちゃん知ってるだろ、みんな大好きから彼女できるためプリンのコース切ってるよ。いつ決めた、5秒前。ありえない。Son of a bitch。 こんな時にも使います。お帰りなさい。お久しぶりです。あ、心よりお悔やみ申し上げます。ありがとう。お父さんから。まさか、僕の、もう50年経った。お父さんはずっと、持っていました。Son of a bitch。 びっくりしませんか。 Son of a bitch は人気で便利なフレーズです。怒っても感心しても泣いていてもどうぞ使って楽しんでください。以上です。最後までご視聴ありがとうございました。僕英語の先生ですが、まだまだ日本語学生ですので、何か変な言い方が出してしまったら、ぜひ直して教えてください。よろしくお願いします。じゃあ、またね。バイバイ。